西田ミラーレスで,すです、あのー、今日はですね、えー、っと9月2日なんですけども、えー、っと広島はねちょっと雨がかなり降ってますね、まあ、降ったりやんだりですね、でまああのー、今日のテーマはですね、まあ、写真編で、あのー、オリンピックに使われたカメラについて、オリンピックに使われたカメラについて。 ということをちょっとテーマにしようと思うんですがあのちょっとねあの今回あのサムネイル見てもらってあの、まあ、出してる写真とまあ今こう出してる写真なんですがあのオリンパスもねまあ OM デジタルソリューションズかまあもうあのオリンパスの名前使えんのんじゃったらもう近場近くこの オリンピックいう名前どうですかね、この新機種ですよ、こオリンピック、あのー。オリンピックで、あのー、EM1 マーク X、でね、X のとこだけ赤にしてね、あのー、オリンパスの文字をもうオリンピックにするんですあの、次回のオリンピックに向けて。それがなんでね、あの私もここまで言うか言うたら、あのー、今回の東京オリンピックのね、まあ 情報でね、あのー、キャノンさんがまあなん五十何パーセントか六十パーセントか数字的なことをね出しとるけど、あのシェアシェアがね、あのー、プロが使っとるカメラのシェアが五六十パーセントかにね、であと,、えー、と残りはニコンとソニーが七十パーセントかずつこう分けてねやっとるみたいなんだけど。 まあこの数字もね、あのー、キヤノンさんが、あれですよね、もうあの、まあ、コマーシャルというか、まあ、お金かけてやっとんでしょうね、結局、あのー、カメラが、まあ、カメラはいいと思うよ、キヤノンさんのカメラ、R5 とかね、R6 は、私もいいと思いますよ、実際ね。いいと思うんだけど、もうこのオリンピックはやっぱりね、キヤノンさんが、金かけとる思うんですよね、もう。あのー ま勝負の入れ方がね、全然もう、あのー、どう言っらたらいい違いますよね、もう。でも、あのー、ちょっとね、びっくりなんかソニーがね、あのー、一番になるんかなと思いよったんだけど、今今年からね。やっぱりキヤノンさんなんですね。で、まあ、それも、どうもレフ機、レフ機みたいですね、どうも。あの、ちょっと、 あのミラーレスじゃなくて、まあやっぱり信用、今までの実績、信用を受ける分で、ミラーレスじゃなくて、一眼レフみたいだったですけど、うーん、でもね、今度、ね次回はもうミラーレスになるんじゃないかということで、R5 か R6 か、今度は R3 か、いろいろ話が上がってきとるけど、ミラーレスになるんでしょうけど、やっぱりね、お金のかけ方が多分、 キャノンさんが、まあね、大きい,いんでしょうね。あの、まあ、ジャノンさん、いい、カメラいいとは思うよ。カメラいいとは思うんだけど、結局は。あのー、まあ、お金のかけ方というかね、もう、その。そこまで、こう、どう言うんかね、あのー。頑張ってられることよね、キャノンさんがね。やっぱり、ニコンさんとソニーさんは。ちょっと。ケチったんかな、もう、ちょっと、なんか、こう。 プロに対してね、あのー、サービスして、プロ取り込めはね、あのー、よかったのかもしれんけど、やっぱりキヤノンさんが、もうあのー、多分、予想よくあくまで、あの、私の意見で、勝手な意見なんだけど、もうプロ取り込んでね、巻き込んで、あのー、サービスしてね、あのー、だいぶお金、相談じゃないんかな、思うんですよ。で、まあ、これはあくまで想像ですけどね。 でねまああと富士富士山と、まあ、メーカー富士とパナソニックと、あのー、まあオリンパスもうちょっとねあのー、キャノンさんみたいにね大々的にせんでもいいけどちょっとなんかこうね工夫しちゃったらええんじゃないかなもうちょっと頭使えんさいやと、ね、思うんじゃけど。あのー もし銭出せれんのんじゃったら、あのーね、資金力がないんじゃったら結局頭使うてほしいんよね頭をあのー、資金力ないんじゃったらもうあの頭使うてアマチュアカメラマンから何からも巻き込むぐらいのねちょっと頭使いがえいのにねプロの数って所詮知れとるじゃんプロの数って、まあ、例えば、あのー、一眼レフミラーレスのカメラ持っとる 人数ですよ、まあ、プロの方は多いと思うんだけど、プロより数的に言ったらアマチュアの方が多いわけじゃないですか、どう考えたって。そのアマチュアをね、もしオリンパス、これはあくまでオリンパスに、まあ私の提案なんだけど、こりゃ、あのか、オリンパスも金がないんだったら、オリンパスというか OM デジタルソリューションズさんもね、あの、資金力がないんだったらあの、プロにねあの、投資する資金力がないんだったら、 アマチュア使いにさえアマチュアをあのアマチュア利用してから巻き込めばええんですよアマチュアの自分からねお金使うてあのカメラ持って出歩く人間はいっぱいおるんじゃけあのもうキャノンがプロを攻めるんじゃったらアマチュア行けゃええんですよアマチュアをでトータル的にはもうアマチュアの方が人数多いからもう何べんも言うけどで やっぱりね僕カメラは性能じゃ思うんだけどまあ、ここに今僕がデザインで出したと思うけどあのー、まあ半分ねこれ冗談ですけどあのー、やっぱりデザインじゃねえ思うんよねこのどう説明したらいいかなうんまああのカメラはねその性能なんじゃけどやっぱりデザインがいいか悪いかでね 何が言いたいたかというのは結局アマチュアを巻き込むわけじゃん。アマチュアなんか性能分かっとらゃ性能ですから、まあ私も分からんですからね。アマチュアですよ、私も。あのー、もうデザインでね、とにかくアマチュアの数を巻き込めばね、あのー、で、プロもね、所詮、プロは金で動くわけじゃけあのー、そういうの使うてもダメよ。あのー、限度がある。やっぱ金に動かん。金に左右されんアマチュア。 こう取り込まんと所詮プロはあのー、金にしかね、まあ、金にしかいちゃ怒られるなちょっとそれ表現悪かったねそれはちょっと申し訳ないです金にしかいちゃちょっと表現悪いんだけどどうしてもお金発生して動くわけだっプロはあのー、お金以上お金は関係なしで動ける人間捕まえんということはアマチュアになるんでねうんまあ、ちょっとねあのー 気分悪したかもしれんし、ちょっとこう気分悪い言い方したかもしれんのんですけど、まあ、その辺はちょっと今後のね、オリンパスさんの課題じゃないんかなと思うんですよね、私は。あのとにかく性能いいのに間違いないよ、性能いいのに間違いはない、いいに越したことはないんだけど、やっぱり、あのー、性能だけじゃないけどね。 もう言うたらいいかもう本当いろんなパターンあると思いますよ。ちょっとだからちょっともうちょっと頭を使うてね、やっちゃったらいいと思うんだけどうん、ちょっと厳しい意見だけど、まあね、本当、気分悪いし申し訳なかったですが、またはですね、あの、まあ、オリンパスのロゴをそのまま使ってですね、あのオリンパス OMD、オリンパス OMD ね、EM1。 オリンピック X とかね、あのオリンピック X であやれば、例えば、まあ、EM はオリンピック X ですけど、まあ、もう名前にオリンピックが入っとるんで、あのー、どう言ったらいいかなもう、オリンピック専用のカメラじゃあることになるじゃないですか。例えば、キャノンさん R3 とかね、ソニー,ーの R1 とか、まあ、ただ単に R1 とか R3 って書いてるだけじゃないですか。 でもこっちはあのオリンピック X とかになってもうオリンピックいうロゴが入っとるんでもうオリンピック専用じゃう,いうことでねあのどういうかねもう見る限りオリンピックしようじゃなーいうことでねもうそういうなんかねもうちょっとデザイン重視重視いうかねそういうのもちょっと関係してくるんじゃないかなとまあ当然中のね仕組みもちょっと変えていかねえ意見ん思うでそりゃあのーなんですかねえっ、ー、と もう本当中の,、ね、の EVF をよく見えるようにするとか今の EVF じゃもう全然ダメだめだけど、ね、EVF 見えるようによくするとかもうちょっとあのセンサー変えるとかねあのとにかくピントの合う速さを、まあ、オリンピックなわけだからピントの合う速さと EVF この2つ EVF 強化とピントの合う速さ正確さこれがまあオリンピック しよううとということでね、まあ、それぐらいやってみちゃったらいいんじゃないかね思うんだけどね。まあ、以上ですね。勝手な私の提案なんで。まあ、あのー、今後も、ちょっと今日はあの話だけになりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。一応、あのオリンパスさん、いいカメラ作っとんじゃけ、あのーまあ、私もねオリンパスのファンじゃけ、あのー、なんとか頑張ってもらわなきゃいけんよ。 そういうことでお願いします今日はあのご視聴ありがとうございます